わっ、おお、すげえな、最近の遊具は。おお、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 いいな、俺もいいな、それ。じゃあ、行くよ。うん、やって。行く、行くよ。あ、ほい。うわございます。おはようございます。おはようございます。記念すべきパート10になりました。いやもうね、国づくり始めてからもう10回ですか。すごいね。めでたい。長い。はい、ということで、ですね、まあ、10回なんでちょうどいいんで、まあ、1回このね、国をね、もう一度見回ってみようかなと。お、なるほど。作ってきたものを。見直してみると、そう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 、なるほどね、振り返ってみよう、今まで作った成果物、うん、いいっすね、まあ、いいんだけど、うん、一つ気に食わないことがあるんだよね。はいはい。俺今すげえ鼻声なんだよ。そう、そうでもない、鼻声なんだよ。君が思ってる音、それは感じない。本当に鼻声なんだ。わざとやってる。鼻声、鼻押さえてたら鼻声、鼻ふさぐな、鼻ふさぐな。はい、行こう。じゃあまずは、行きましょうね。お前はやめて。はい。あ、面白いの。ほら、収集つかなくなる。ほら、まずは後ろにある、なんでしたっけ、見張り台でしたっけね。これ結構さ、綺麗だね、お前。富士の綺麗に見えるの。富士の綺麗だし。お前いつまでやってんだよ。お前はいいって。俺も綺麗よ。お前のは綺麗。なんかさ、お前のすごい人気じゃない。すげえ気に食われんだけど。いや、僕はね、パートン上げた日からね、もうほっこりしますよ。フジどこにいんの今。え、後ろにいるよ。後ろにちょ、悪い。あ、ぶっ壊してやるんだって。あ、やめろ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 、待って。でさ、やっぱキヨのやつさ、ほら、ラーメンに見えてこない？ないけど。あ、ごめん。国王っていう名前。では国王のさ、うん、これは中身何だったっけ？あのほら、動物たちがみんなバンジージャンプしてんの。あ、ほら、あ、まだしてたの、ずっと。すごい、10パートずっとしてるんだ。待って待って、ちゃんとさ、安全性考えてるのさ、みんな死んでると思ってんの、ひどくない？いや、お前の方がひどくない？みんな殺してやるよ。かわいそうだろ。じゃあちょっと待って、いやいや、いい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 い。それじゃあ、はい、じゃあ、ありますか、入りましょうか、はい、開門、はい、わあ、まあ、これがひじきランドか。国だぜ、これ一応。ひじきランドだ。テーマパークじゃねえんだぞ。ひじきランドじゃないぞ。なんだよ、ひじきランド。まあ、うん、ね、うん、見栄えは悪くはないよね、うん、ここはね、いいね、うん、ひじきは。ああ、そうそう、こっちの部分俺担当してるわ。あれ、あれ、なに、あれなんだ、俺なんだ、俺なんだ。ちょっと大臣、ああ、別荘をちょっと改築、え、どうした？え、知らない。え、なんか知らないね、これ。え、なんだ、気持ち悪い。知らないけど。え、これ上何これ、何これ、これカラスよけ。いつの間に作ったこんな。いや、俺カラス大嫌いだからさ、うん、もしカラスが近づいてきたら、そのまま地獄へ行こうみたいな。なんでカラスが突っ込むんだよ。ありえねえだろ。で、後ろに抽象が上がって、そう、抽象がね、懐かしい、これパート4ぐらいで作ったやつだよな。そうだったっけ。ああ、あれ、ここはちょっとね、あの、カラス除けに引っかかった。あれ、入っちゃった、入っちゃった、シュッて入ってったもんな。で、これが大臣 お手製のサッカーコート、サッカーコートだね。で、右側にひじきの、うん、まあこのでっかい看板みたいな。思うけどさ、はい、右側にこんな火がボーボーってところでさ、サッカーしたくないよね。熱くなるじゃん。なんかこう、違う意味で闘争心がかきたてられるような、そういう、なんかすごい闘志みたいな、ひじきという国の名前を背負ってサッカーをする感じがすごい。怖い、圧力が半端ない。まあでもこのコート貸せないからね。言っちゃえば日本って書いてるところでやってんのもんじゃん。そうだね。まあこっちはちょっとね、なんか、うん、そうそう、体育会系の方、うん、はい、で逆側、で一回行こうか、行こうか、まあ、経営の噴水があって、あって、あ、これ一箇所と、もう明らかにおかしいよな、これ、これ何なんだよ、おい、僕を、お前処理しとけよ、やべ、言ったじゃん、お前、遅けって、忘れてた、本当によ、いやでも見てよ、もう緑も茂ってるからそのまましとく方がいいかなって。いやいやいや
左サイドやべえよ、俺。で、木あって、で、なんでそっち行く？なんでそっち行くんだよ。確認する？いいだろ、もう全部処理した。もう大丈夫。終わったんですよね。もう終わりました。あの嫌な事件終わったんです、ね。はい、終わりました。もうさすがに終わりました。綺麗に、ね。神に誓って。神に誓う。終わってない。で、右大臣構成マシンが。あ、右大臣構成マシンにしてさ。あれ、構成マシンの中身全部消えたな。あ、ちゃんともう燃やし尽くしたから。これさ、この線路側のこっち側、左サイド、やべえよしかねえもんな。そうだよな。これさ、でもさ、この装置のせいでさ、地獄にもちょいちょい村人いんだよね。え、そう、マジで。そうなんだよ。一人二人歩いてんだよね。そう、地獄送りにした。地獄にしてっから。で、このまままっすぐ行ったら、釣り場あって、そう、まあ、地下抵抗が中にあるんですよね。あって釣り場で、爆破のこれは最終回、最終回用ね。そう、最終回用の DLT ね。あって、で、ここが駅で、ああ、で、その奥に城があると。まあ、城は前回見たからね。うん、作って、さて、じゃあ今回どうしようか。そうだよ、今回は何をするかだよ。何しよう。俺は言っても、もう部屋が結構完成したから、ああ、まあこっちだよね。ここの間ね。間何もできてねえから。でも、ああ、何もないからこそ城の気品さがあるんじゃないかなって感じ。じゃあ作んねえわ。ちょっと相当反対意見出してよ。ディスカッション。でもさ、これさ、光がさ、道に沿ってほんのりなってて、すごい綺麗なんだ。そうなんだよね、これ。だから余計なもの作んない方がいいよね。ディベート。できた実験装置。何の実験？ヒュー！外出てさ、うん、左の方、あの城から出て左の方、城から出て左に？左ね。城出て左の方ね。のまっすぐ行ったら、なんか、あ、ある？ある。何これ？これ実験装置。左の方。何の？え？何の？人間爆弾。はっ、え、嘘だよ。いや、さすがにそのさ、爆弾。はい、爆弾ですね。はい、これ爆弾がありますね。これは本当に真面目な実験でありまして、ほう、ここが爆発させる、うん、あれ作ったじゃないですか。あー、で、黒曜石爆発しないじゃん。あー、あー、なるほど。窓を4つとか、うん、少し開けて爆発させたらどうなるんだろうと思って。なるほどね。あ、耐久テストね。そう、その空いた部分はどれぐらいの耐久なのかな。下見したわ。下も1個、こっち、いや、1個、2個だけね、ガラスにした。じゃあ、興味深い。じゃあちょっとお願いします。はい、いつもの仲間3人で行くわ。行くよ。これちょっと気になるんだよね。ちょっと外から見といてね。いい？待ってるよ。行きます。ゴー。自分だけ生き残る。行ったー。あ、どうなんだろう。あこれさっき俺がやったやつ？そうだ。すごっ。はい、こういう風になるんだね。じゃあ直しといてください。だって国王は、え、俺？みんな集合してるよ。はい、みんなどれぐらい進んだかな。まあ僕は部屋できました。私は、はい、まあいつもみたいにふざけるんじゃなく、うん、しっかりと一つ作りたいものを作りましたね。なんか今回みんなさ、はい、真面目に作業してたね、ずっと。いやー、ふざけすぎてたんでね、最近。そうだよね。ちょっとこういうところで真面目なの入れないと。今回作業中全くボケなかったもんね。はい、うん、あと風邪ひいてんでね、なんかあんまり喋りたくなかったんですよ。なんか怒ってんのかなと思って。いや、怒ってない、怒ってない。怒ってねえよ。怒ってる。うっせぇ。国王は？国王？国王ね、うん、今回はね、すごいね、見えないところを頑張った。
ここね、なんか裏作業中すげえネガティブだったもんね。なんかね、すごいネガティブだった。すごいネガティブだった。そんなネガティブじゃなかったよ。なんかダメだ、これじゃダメだってみんなに分かってもらえるかなみたいな。これじゃ止まんないよそんな恥ずかしいこと言わないよ。じゃあ順番的に俺から行こうかな、近いし。そうだね、はい、おいで。行きます。部屋でしょ。部屋、俺は部屋の2階作っただけ。あ、なるほど。はいはいはい、どうぞ。お邪魔します。ここの階段、この上、あれ上、上、行って行っていい、うん、まあ、ちょっと君どこ行ってんの。俺の部屋分かるなんで迷えるの。迷うんだよ。おお、ね、どこ上、上、上、すごい。どっから上行けんの。オーシャンビュー。うん、迷ってばっかりだな。すげー、ここね、うん、うわ、すげー、わー、すごい。ここは私のプライベート温泉です。あ、ここも水なんだ。あ、これ温泉なんだ。一人占め、一人占め。そうだよ、天然湯だよ、これ。すごいじゃん。あったんだよ、この地下に。温泉湧いてたんだよ。俺にも貸せよ、これ。ダメだよ。どう渡して、どうここに持ってきてんだ、これ。どこの、どう持ってきてんだ。魔法のシステムで。どう持ってきたんだ。すごいね、でもこれ。すごい。まあ今回は開放感をテーマにして、はい、ああなるほど、たまにはね、リラクゼーションなものを作ろうかと。これ窓がないってことなの。窓にしない方がなんかやっぱり景色いいんだよ、ね、ああなるほど、結局、うん、じゃあ、あえてちょっと開けてるんだ。だし、あとこっち見て、こっち岡田さんじゃん、こっちは。ああでさ、これさ、こっち行くとさ、はい、ほら、あ、すごい、ああ繋がってんだ、うん、ここから見るんだよ、俺の入浴が、ね、あ、温泉の、うん、あとさ、あとさ、富士富士見るんだよ。見ちゃダメだよ。見ねえよ。見ちゃダメだよ。見ねえよ。見えるけど。見ねえよ。見えるけど見ちゃダメだよ。見ねえよ。男子やめて、ほんとに。あと、下行けばわかるけど、はい、来て、ちょっとこの上見てみ。うん、ガラス壁見ちゃダメだよ。しょうもねえ。しょうもねえよ。男子見ないでね、ほんとに。だってさ、執事がさ、ね、温泉入ってるじゃん。で、使用人が下の掃除してるじゃん。上見上げると見えるんだって。そうだよ。だって見ちゃダメだよ。だから見ねえよ。ちょっと男子やめてね。ねえお前も男子なんだよ。しょうもねえよ、お前は。ほんとに。はい、っていう私の露出的な部屋でした。はい、どことなくエロスを感じてしまう。エロスを感じますね。富士の趣味なのかな。アガペだ。あ、気持ちいい。そこで。で、はい、で、次は、ここは、ああ上、やばい。やばい。何がやばいんですか。いやー、ここ、分かった、ここハードル上げないでくよ、全然。よかった。大したことないんでしょ。うん、そうそう。あれドアは、ね、ちょっとね、うん、そこのレバーを下げてほしいんだけど。ほうほうほう。下げて。下げる、うん。おぉ、え、もあ、すげえ、なにこれ、すげえ、うわぁごめん、ここごめん、すごいダメージを負っただろうね、今。うわぁ俺もやりて、いいよ、うわぁえすごいね、これ。まあまあ、でも、うん、ここでしょ、でこの間のラインだもんね。そう、なんもない。俺らを殺そうとしてるし。で、帰るぞ。これにね、これにね、1時間近くかけた。いや、かかり、うわ、なんだこれ。え、なにこれ。どうしたの。あ、バレた。なんだこれ。この牛、ちょっと。え、なにこの牛、病気だよ、これ。キノコ、これは、あの、まあ、キノコ島みたいなところがあって、そこにだけ住んでるね、牛。大丈夫、大丈夫、大丈夫。別になんか感染しない。寄生虫湧いてない。大丈夫か、ほんとに。これ自分で自分のキノコ取って食うの。マジでそんなやつじゃないよ。すごいね、これやべえ。いつも通り俺がこうやって吊り下げてるのにはもう誰も突っ込まないのね。あ、もう慣れちゃったか、みんな。で、国王の部屋はこんなに無機質でいいの。ごめん。でもここはあれでしょ、このドアに時間かかったから。あ、もうまだ行けるか。そこもね、ちょっと力入れたのだからね。これちょっとほぼ突っ込なんだけど、誰かそのレバー避けてみてくんない。え、いい、いいよ。取られたな。あ、これ開けようとしたらってこと。そう、あ、これ面白い。あ、開けて宝箱取ろうとしたら、そうそうそう、まあ俺は空中に。まあクリエイティブモードだとあんまり怖くないんだよね。俺はすぐ空中に行くからね。あ、面白い、面白いなこれ、まあ、おー、いい仕掛けだわ。いや、これ考えつくのにずっとね、うん、時間をね、かけてた。すげえ、カリオストローだよ。すげえよこれ、カリオストローだ。で、
私ですかね、最後。うん。いいっすか、じゃあ、行っちゃって。部屋荒らすのやめよう。はい、じゃあ、ちょっと行きます。帰ろうぜ。はい、帰ろうぜ。帰ろう。私が見せたいものはですね、外おい、お前が暴れると誰も止めねえぞ。すいません。で、俺は外なの。外、はい、外なんだ。外行こうか。これ、はい、あそこの左ですね。家の中見てすぐわかるように。おすごい、はい、私作りました。アディダス。アディダス。待ってたよ。アディダスが作んなよ。いや、なんか、すごい、前々から作りたかったんだよ、アディダス。うん、知らねえよ。何ここで作んなよ。ここで作んなよ。このアディダスが好きなの。うん、昔の今のじゃないやつ。こっちのなんかおしゃれ用アディダスみたいな。はい、これさ、はい、怒られちゃうよ、アディダスから。大丈夫だって、言っとくか。言っとくの？ひじきランドのもうスポンサーみたいじゃん。まあ、もしこの動画が消されたらね、うん、まあ、みんな察してください。アディダスが動いたか。ついにアディダスが動いたか。ついにアディダスが。で、もう一個あって、はいはい、ちょ、これ左、さっきの跡地。おう、ね、え、なんだこれ。これ、何これ、バカしまくったじゃん。うん、さっき五号からアイデアいただいた通りに、え、なんかあげた、なんかちょ、さらっと五号言ってて、もう覚えてねえかもしんないけど、え、なんか言ってたっけ、あのね、隕石が降ってきたって言ってたし。あ、そうなんだ。あ、そういうてね。それで隕石が降ってきた体でやってました。俺好きだよ。はい。これ何、これは何、この尻尾みたいな。あ、それなんか、めんどくさいから。ちょ、なんか一個面白いの入れときゃいいだろうね。タオパイパイのあれ。あそこ伸びてる。あ、タオパイパイのね。一個奥の遠いやつだけダイヤモンドっていう。あ、なるほどね。はい。あ、こだわり感、ちょっと、いい、これちょっと芸術っぽいわ。今日ね、真面目ですよ、私。うん。作ったもの。真面目だね。はい。最後に、はい、私いいっすか、一つ。はいよ。いいっすよ。あのさ、はい、この王国さ、思ったけど、はい、やっぱり国民に優しくないんだよ。ご年配の方とか子供とかに。まあ、そうだね。うん、聞いてる何してんの、遊ばないよ。武術、武術ね。練習だよ、練習。ということで、ということで、体を鍛えねば。で、はい、結構付き合い際だけど、はい、こんなの作っちゃいました。お、え、ほら。ほら。あ、柵に囲まれてる。そう。優しくなったでしょ、なんか。まだまだ俺言わないでおくわ。うん。まだ抑えとく、まだ抑えとく。はい。まあ、まだね。で、ほら、こっちにほら。あ、ベンチ。おー。ね。花が添えられてね。おー。うん、優しい気持ちなんでしょ。あ、優しい気持ちになってる。まだ、うん、まだ俺、視聴者の人も言いたいことも、うん、俺は今まだ抑えとくからね。ね、うん、で、うん、こうサックも作って、ね、落ちないもんね、これで。ほら、終わった。優しい。ね。終わった。まだまだまだ。あ、まだ中入る。まだ、お、じゃあ、大丈夫かも。うん。で、ほら、ベンチがあって、ご年配の方が足腰を休められる。はい。ね。はい。うんうん、そしてさらに、はい、ま、中入って、ベンチがまた、おぉ、え、ベンチがある。あ、優しい気持ちになれる。で、ひじきランドは、愛知企画を応援します。あれさ、二つ突っ込んでいい？はい。まず、ベンチばっかじゃねえか、お前。いや、ほら、座ってる。ご年配。座ってるけどさ。ご年配の方が座ってる。いや、これ、ご年配生まれたての小鹿だろ。足が足がじゃねえ。もう一個さ、やめてくれ。取ってつけたから半端ねえな。全然じゃねえかお前。いいじゃん、これ5分でできるだろ。取っていいんだよ別に。お前の次回予告回収とりあえずやっとったから半端ねえな。お前いつまでやってんだよそれ。でも次次回予告つけるときちゃんとさ、うん、もう分かった次回予告すれば、うん、いいじゃん、それで。そうだな。ああ、国王なんだかとか書けばさ、うん、国王がやんなきゃいけなくなるじゃん。あ、ね、ああ、じゃあ俺が次回作っちゃえば、ああ、みんなそれに乗っからざるを得ないから。乗っ取らなきゃいけないってこと。俺はそう思って構成する大事にしたけどな。構成しなかった。意味なかったけどな。地獄を作り上げたもん。はい、今日も皆さんお疲れ様でした。お前何普通に始めてんの。距離感、距離感近いな、みんな。みんな近いな。近いよ。うん、なんだ、大好きか。いや、国王近すぎじゃない。なんかさ、顔横になってんじゃん。国王何でも肩に乗せてんの。肩乗ってる、国王。で、お疲れ様。お疲れ様。いや、もうキモい、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 キモいな。本当キモいんだよ。なんと終わるよ。はい、終わるぜ。今回は、まあ、それぞれ作ったけど、次回どうすんの。
どうしよっかな。俺言ってもね、結構今回楽しかったから、次ナイキかな。またあれもうさ、あの広場さ、もうブランド物で埋めようぜ。強行スポンサーだ、まずいって。シャネル、まずいまずい、スポーツブランドまずい。シャネルシャネルないよ。まあいいや、とりあえず、駅と、あの、城の間にもう少しなんか建てていこうかなと思う。そうだね。あと、なんだろうな、もうちょっと、国に村人増やそうか。あ、そうだね。あ、そうだね。活気がないよ、やっぱり。あうん。ゴーストタウンみたいだもん。そうだよな。寂しい。確かに。うん、気をしゃがむな。あ、ごめん。ちょっと、トイレ。やめろ。おい、やめろ。やめろ。